で、お兄ちゃんにはワールド入ってきたらこの新ケラタロウ王国に来てねっていう風に言ってるから、ここに来たお兄ちゃんにペットのふりをしてバレないようにもういたずらを30個ぐらい考えてきたんで、それをやっていこうと思います。で、最後はお兄ちゃんをパカン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 パンツクパンツクパンツクパンってして、お兄ちゃんは大号泣する予定です。お兄ちゃんがケラスーチャンネルが40万人いったらグッズ出すって言ってたんで、チャンネル登録してください。ケラ太郎チャンネルも10万人でグッズ出します。お願いします。ってことで、レッツゴー元大統領です。じゃーん、かわいいでしょ。今日はね、この猫のふりをしていきたいと思います。いや、今日なんかケナタロ王国で待ち合わせすることになったけど、ケナタロどこにいるんだろう。一応なんかあった時のためにさ、いろいろ新品でさ、防具とかツルハシとか、まあいろいろ武器とか持ってきたけど、あー、見てきたよし、話してみる。びっくりした。猫だよ。ここなんか全然動物いないんだけど、こいつだけなんか俺にめっちゃなんかアピールしてんだけど、まあちょっとケナタロ探そう。とりあえず、大好きな猫のふりをして油断させようと思います。にゃー、おー、なんかついてくる。え、なんか猫、なんか鳴き声聞こえるんだけど、え、めっちゃピクピクしてる。え、にゃー、にゃー、お、かわいい。なにこれ、ケノ太郎新しくペットでも飼ったんかな。ちょっとうっとうしい、うっとうしい。めっちゃ信じてる。めっちゃ懐いてるやん、俺のこと。なにこれ、これを読ませたいんだ。このチェスト開けて、なにこれ、あやじです。いざいざ作戦があるよ。お兄ちゃんへって、なんかまっ、なんかもう手紙あるって、なんか絶対これ動画のネタじゃん。読んでみるか。お兄ちゃんへ、このワールドの中のどこかに僕が隠れてるから、1時間以内に探してください。見つけたらお兄ちゃんの言うことを何でも聞きます。見つけれなかったら600万円払ってください。ちなみに家の外にいた猫ちゃんは僕の匂いとかを知っているから、一緒に連れてってあげたらいいことが起こるかもね。ってことで頑張ってねー、バカが。おい、かかってこい、鬼滅の刃、ケナ太郎よりかっこ天才。ねえ、なにこの手紙。しかも最後なんか普通に悪口言ってたし、あいつ。え、天才っても言ってたし。え、なんかさ、猫ちゃんが何、ケナ太郎の匂いを、あー、いたこの猫ちゃんのこと、ケラ太郎の場所教えてくれるのかな。どうも。そうだよー。なんかなんとかしてな、日本語を理解できるっていうのを教えてあげたいんだけど、なんかできないかな。え、じゃあ猫ちゃんさ、一緒についてきてくれるケナ太郎を探してるんだけど、わかるかなこれ。うん、あれ、めっちゃめっちゃうなずくやん。え、あ、来たケナ太郎ってわかる。うん、ケナ太郎わかるよ。えー、ケナ太郎の匂いとかもわかる。日本語理解してるんだけど、匂いわかるならさ、ちょっとどこケナ太郎いたか教えてよ。いや、こっちこっち、おー、こっちついていったらいいのかな。よし、ドッキリスタートか。無理でーし。よしよし、お兄ちゃんの家の前に着いた。ここあれじゃん、俺とケナ太郎のシェアハウスだけど。え、ここにケナ太郎いるのかな。さっき見たけどな。いません、ここには。え、なんか首振ってた。え、ここケナ太郎いる。いません、ここにはいないよ。いないの。え、なになになに、何が伝えたいの。中に入れ。いたずらするから中に入るよ。なにこれ、なに、なんか準備とかしてこいって意味かな。そう、めっちゃ首振るじゃん。一応なんか他になんか持っていけるもんないか探すか。皆さん、エコです。こうやって無事にお兄ちゃんの家の中に潜入することができました。で、今回のドッキリで僕が準備したものがあって、火炎放射器、ピストル、ロケットランチャー。はい、家を破壊します。よし、あ、登るのがしんどい。お、びっくりした。痛い。お、びっくりした。よし、準備できたよ俺。準備万端。あれ、猫ちゃん、これ、いた。あ、待て、今何でした。え、なんかどっかから撃たれた。違う、暴れてる。ねえ、この猫ちゃん気をつけて、なんか銃撃たれたって。俺バレないようにロケラン撃ちたいよ。大丈夫、落ち着いて落ち着いて、ここなら撃たれないから。うん、上から探すか敵。え、なんか撃たれたんだけど。よし、今だ撃て。あっしゃ、誰かに。待て、やばい、
待って、なんか爆発音、爆発音。家の屋上壊されたって。猫ちゃん大丈夫？猫ちゃん大丈夫かな？怖がってるふりしよう、怖がってるふりしよう、こうやって。猫ちゃん。どういうこと？なんか上からミサイル来たって、これ多分上からわかんないけど。やっば。待って、誰か行った行った行った、またどっかから。で、またどっかから撃たれてる。こっち来。どうしようどうしよう、でも絶対どっかから狙われてるって。まさかこれケナ太郎の仕業？絶対どっかから今さ、いたずらしてるでしょ。猫ちゃん大丈夫？俺が守ってあげるから。ここにこうやって看板で、なんか看板書いてる。これでいけるかな。猫がなんか絶対閉まれる。これ猫がなんか看板立ててケナ太郎の仕業って書いてあるけど、君日本語わかるんだね。この猫会話できるんだけど俺と。え、どうすんのこっから。ケナ太郎探しに行こうよ。助けてにゃん、助けて。ケナ太郎にいつもひどいことされてんの？大丈夫、俺が守ってあげるから。絶対これもね、ケナ太郎の仕業だから、俺についてきて。ケナ太郎探し行こう。ついて行け、よし行こう行こう行こう、ついて行こうついて行こう、先行け先行け。え、俺が先行かないといけないの？猫ちゃん場所知ってるんじゃない？お願いお願い、先に行ってよ、お願い。なになに、まあまあまあ、じゃあこっち行くか、とりあえず。よし、なんかミサイル来てる、ミサイル来てる、やばいことなんで。あ、いって大丈夫？大丈夫。ねえ、ケナ太郎がまだバレてないな。ちょっと待って、これ何かがおかしいぞ、マジで。やばい、猫ちゃん怪しまれてる。君のせい？なんかさっきから違う。じゃあケナ太郎の位置早く教えてよ。絶対ケナ太郎が悪さしてるんだってこれ。とりあえずケナ太郎もどっか行ってるし、ちょっと自分のやりたいことしよう。もうこうなったらやばいやばい、ついていかないと。猫ちゃんも来る？洞窟行きたいから。俺ダイヤモンド欲しいから、ちょっとダイヤ取り行く。見て、頭だけないんだよね今。よし、ここら辺あるかな。なんかマグマの音はさっきからめっちゃするんだけどな。いる、猫ちゃん。あ、いた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 、いるよ、ここにいるから早く行けよ。いて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 、え、バレますよね、バレますよね。なんかしたよね今。お肉食べて。なんかある、なんか奥あるぞ。え、あ、繋がるね。あ、奥にダイヤある、奥にダイヤある、奥にダイヤある。なんか門番いるし、そして、待って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 、どうしようどうしようどうしよう。あれ倒さないといけないよね絶対。倒さないと。どうすんの、お兄ちゃん、早く行けよ。猫ちゃんちょっと行ってきて。なんで俺が行かないといけないの？様子見。猫ちゃんあれでしょ、モブだから多分攻撃されないって。分かった、俺がちょっと行ってくるから、じゃあ見ててよ後ろで。頑張れ頑張れ、攻撃されないで。いけるよ、だって俺クリエイティブだもん。攻撃されない。こんにちは。よし、いけるいけるいける。あ、大丈夫だよお兄ちゃん、こっち来な。お兄ちゃんも大丈夫だよ。じゃあ俺今からお兄ちゃんにバレないように後ろからお兄ちゃんを殺したいと思います。ここでロケットランチャー撃って、こいつに、こいつを落とす、マグマに。よし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 、やった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 、お前の家だ。やった、いた。なんでなんで死んだ俺。え、ドキランが暴発したまさか。気づいてないぞ。よしよし、気づいてない気づいてない。なんで君は無事なの？てか、なんで俺だけ毎回死んでんの？たまたまだよ。まあいいや、ちょっとダイヤあるし取り行こう。ここでゾンビを出したいと思います。いけ、俺のゾンゾンたち。ザンザン、いけいけいけ。これくらいあったらさ、ヘルメット作れ。いた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 、なに、手の中ゾンビいる。痛い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 。なんかさ、賢いのは賢いけどさ、ちょっと弱い気がするんだけど、戦ってもくれないしさ、ケナ太郎の位置も全然教えてくれないしさ、ちょっとこれ修行が必要やな。修行？修行させられるの？ちょっとついてこい。やばい、なんか嫌味を感じるんだけど。まだ猫半人前やぞ。お兄ちゃんの修行って大体怖いからな。よし、ついた、ここでいいでしょ、広いの。じゃあ今から修行を始める。何修行って？今からいろんなね、モブと戦ってもらうよ、君には。いや、いいよ、だって俺クリエイティブだし攻撃されないもん。じゃあ一応このサーバーの権限で、え、俺以外はサバイバルモードに変えよう。一応ね、一応。え、はい、変えます。え、え、待って、え、よいしょ、これで変わったかな。あ、え、え、待って、サバイバルになっちゃった。よし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 、これでとりあえず、これお兄ちゃんがいないと自分でサバイバルからクリエイティブに変える方法わかんないんだよな。どうしよう、あとどこだ猫。
モブと戦ってもらおうかな。まずはまあ初級やね。いけゾンビ戦え。やばいやばいやばい、え、太陽で死ぬぞ絶対。あ、やば、太陽で死ぬ。あっ、おっ、なかなかやるなお前。次はちょっとうざいぞ。いくぞ、そら戦え。なんだ、わわわ、あばあ、ゾンビに決まった。なになになになんかくっつかれた。お兄ちゃん戦え、ね、お兄ちゃん戦え、ね、よし、離れた離れた。さあ戦え。それダッチすぎだって、ダッチすぎだ。これぐらい戦えないとね。おりゃおりゃ、ベコパンチ、ベコパン。やばいやばい、このやばい、この剣のパワーつけてしまった。この猫爆破したぞ今。さあ頑張れ頑張れ、どうする。ベコパンチ爆発したよね今一瞬。やばい、爆発された。この裏で爆発したよね、この壁の裏で。なんか怪しいぞ。クリア、やばい、怪しまれてる。まあいい、お前が強いことは分かった。だからもう修行はこれで終わりだ一応。あはめちゃめちゃ強かった、よかった。今度からちゃんと戦ってくれよなお前。はい、ちゃんと戦いますよ。てか火落ちてるやん、いつの間にか。早っ。帰ろっかな。でも待ってよ、ここ今さ学校だからさ、ケナ太郎学校いるんじゃない普通に。いないよ、真後ろにいるもん俺。おい気づけよ。おいケナ太郎そろそろ帰ってくるでしょ、もう夕方だし。授業受けてるかな。受けてない、ここにいるから。帰りの会やってる。あれ帰りの会やってるのにケナ太郎いないんだけど。あれあいつの会ぶっ壊せ。おりゃー。帰りの会ぶっ壊しやったぜ。あ、猫ちゃんも来てる。こう学校だから来ちゃダメよ、絶対入ってくるなよ校舎に。ちょっとね、最後の最後に俺が準備したとんでもない必殺技を使いたいと思います。俺の部下がパワールドッキリ。お兄ちゃんが出てきた瞬間トロール2体を召喚して、で、俺の部下がトロールだぜっていう感じをしてお兄ちゃんをバカバカにしたいと思います。じゃあお兄ちゃん出てくるの待つぞ。いや、ケナ太郎学校いなかったんだけど。マジか、どこに行ったんだろう。子猫ちゃん、ちゃんと待ってたんだね。よいしょ。おい、いて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 、なんで。おい、なんかお前、さっきはよくもやってくれたな。いけ、なに、トロール召喚。おりゃ、よし、いけ、なんかトロール、いけ。え、待って待って、なんかトロール出るんだけど。よし、やばいやばい、めっちゃ痛くなる。よし、俺も銃撃って。おりゃー、早い早い早い。やばい、どうしよう、どうしよう、どうしよう。おりゃ、銃持ってきたんだった、そういえば。あ、なんか燃えてる、ラッキー。銃使って1枚やり。待って、やばい、ほら、俺も猫ファイヤー。痛い痛い痛い、ちょっと待って。猫ファイヤーだっけ。あー、オッケー、倒した倒した。あ、待って、あ、あ、やばい。やえ、あれお前、ね、猫、お前、まさかまさかそういうことか、ケナ太郎。おい、違う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 、てってれー。なに、てってれー、なによ。猫じゃなくて、ケナ太郎でした。見たらわかる、お前。よくも俺の家をぶっ壊してくれたな、学校も。ただで、ちなみにだけど、はい、1時間1分かかりましたので、600万円になります。なんでそんな払わねえけんの。約束だったじゃん、初めに600万円払ってって。撮影の協力で。そう、無理です。払えないの。毎月お小遣い500円ですけど。いりません、バイバーイ。またお兄ちゃんにドッキリしてほしい人、カナタロンと小屋岡とツーチャンプレー。楽しかった、バイバーイ。